お疲れ様です、ひげおやじです。今日はひげさんに餃子について。餃子？じゃあ餃子なんですけども、まあいろんな美味しいお店あります。これはね、ちょっと餃子界の革命と言ってもいい、ホワイト餃子っていう食べ物があるんですね。餃子の皮がどこまでも厚く、多分みんながイメージしているような三角形っていうのかな、半円を描いてこう月みたいな感じの、ああいう餃子だと思うんですけど、違うんです。ホワイト餃子は丸いんです。こういう形状のもうおまんじゅうみたいな状態の餃子っていうのを鍋にもうびっしりと埋め尽くすんですね。こっからがすごいのが、油で揚げます。大量の油を入れてガッと火を強火でやることによってカリッカリに揚げるんです。でこうひっくり返すと、本当にね、こうなんだろうな、ひまわりのね中心部みたいな感じのすごいね、狐色の綺麗な餃子の塊っていうのができるんですよ。まずは皮が厚いっていう利点は何かっていうと、中の種の水分とかを逃がさない、すごくジューシー、皮自体にカリッとした食感プラスもちもちとした食感、それも両方が兼ね備えられてるんですよ。これはね、もうね、僕の中で餃子界の革命です。かつ焼き餃子系に限らせてもらえれば、そのホワイト餃子非常に美味しいので、興味がある方はね、都内だったらね何軒かあるんですよ。通販もやってます。中国では焼き餃子ってあんま食べないらしいですね。水餃子っていうのをメインに食べられていると。僕ね、だからね、焼き餃子って実はそんなに餃子の中のランクでいうと高くないんですよ。で、水餃子のいいところっていうのは、カリッとした食感はないものの、皮自体のもちもちした食感堪能することができると。ものによってはスープなんかも、ね、こだわっているところがあります。ただ普通にお湯で戻しているだけで、それをタレにつけて食べるっていうのもあるんですけども、スープでこう水餃子を作ってくれるところもあるので、水餃子を頼むことが多いです。水餃子のあるお店見つけたらですね、そこで水餃子頼んでみてください。餃子のイメージ変わると思います。餃子のお話良かったと思う方、高評価ボタンをお願いします。それでは他の動画でお会いしましょう。ひげおやじでした。皆さん、チャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。